2005年から開催されている忘れるな拉致県民集会。めぐみさんの母、早紀江さんは自宅から中継をつなぎメッセージを寄せました。日朝会談を一刻も早くしていただいて、いろんな問題が次々と湧き起こってきますけれども、そのためにそれが置き去りにされていくのではもう何年経っても解決いたしませんし、めぐみさんの弟の拓也さんと哲也さんも出席しました。その声なき声に私たちは絶対に耳を傾き続けて、この問題を必ず解決させるという覚悟を持って臨んでいきたいと思ってます。集会の最後に和田義明内閣府副大臣に署名が手渡されました。